はい、サラでございます。今日は沈黙の使い方ということをテーマでご相談をいただいたのでお答えしていきたいなと思っております。ご相談内容はこちらにございます。まあ、営業18の方ですよ。いやー頑張られてますね。やっていく中でコミュニケーション能力のある程度自信があって話せるようになってきたと。ただ沈黙、まあサイレントクロージングというか、まあ黙る、静かにしている、まあ無言でいるということがなかなかうまくできていないんですが、どうすればいいですかというご相談をいただいたので、この問題についてお答えをしていきたいなと思います。で、まずそもそも論として、沈黙、まあサイレントクロージングというのが大事という理由なんですけども、まあ大事か、まず大事じゃないから言えば大事です。なぜかというと、その沈黙を与えることによって相手にしっかり深く考えてもらうことができるからということですね。結局は営業においての一番理想は、この商談のタイミングで受注の決断を、受注を上げると、要は使うという意思決定をしてもらうことなので、人というのはやっぱ自分で考えて決めたいわけですよ。なので自分で考えて決めたい、じゃあ自分で考えて決めたという感覚を持つためには、まずは考える時間を相手に与えなきゃいけないということですね。なのでずっと営業が話していて、まあやるかみたいな形で受注になってしまうと、買わされた感覚っていうのがどうしても残ってしまうと。なので相手は最終的には買うことがゴールではなくて、買ってちゃんと使い続ける、使い切るということが重要なわけですよね。なので自分で使った、自分で買うことを決めたという感覚を持ってもらうためにも、しっかりとまずは相手に考える時間を商談の中でも与えることが重要なんだというのがここでのポイントになります。じゃあ改めて沈黙を作るために何をすべきかなんですが、ポイントとしては2つあります。まず沈黙が必要な理由は、先ほどお伝えした通りで、相手に考える時間を与えるためなんですよね。それ以外で沈黙しても、この商談何のための打ち合わせなんだろうとか、なんかつまんないのかなみたいな形でネガティブな印象を与えてしまう可能性があるので、むやみに沈黙を作ればいいかというと、決してそうではないわけですよ。じゃあ沈黙を使う、なぜか、相手に深く考えてもらう、しっかり考えてもらうために沈黙が必要だという目線で考えれば、沈黙の時間をどのタイミングで作るかが重要になります。そこで決めておくべきルールが2つあると。沈黙を作るための2つのルールです。1つ目が、相手に考えてほしい場面、例えばこちら側から質問を投げかける、今御社の課題って何ですかとか、今御社で実現したい未来ってどんなものがありますかみたいな形で、相手に質問を投げかけた時に、こちら側から話を、まあどん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 やつぎ早に送り出してしまえば、相手は答える時間がなくなってしまう、考える時間がなくなってしまうので、ああまあそんな感じですみたいな形の回答になってしまう。これが一番良くないパターンですね。なので相手に答えてもらわなければいけない質問の回答を、こちら側が沈黙が不安だから答えっぽいものを投げかけて、ああそんな感じですって言わせてしまうのが NG だと。であれば、まず営業がやらなきゃいけないことは、自分が投げかけた質問に対して答えが出ない時には、まずしっかり待ちましょうということがポイントの1個目です。ただ答えが出ない理由っていうのもあると思います。なぜか、それは何かというと、例えばですけど、答え方がわからないとか、答える内容がよくわからないとか、そもそも質問の意図がわからないとかですね。そういった状態であれば、回答しやすいアドバイスというか支援をしてあげなきゃいけないと。例えばちょっと他社さんの例なんですが、みたいな形で、まあ回答のイメージだったりとか、答えの事例みたいなことを提供しながら、相手が答えやすい状況を作ってあげるべきだということですね。なので、答えやすい環境づくりが必要なんですが、相手の考える時間を作れずにそういった支援をしてしまうと、相手は考えなくなってしまうので、まずはこちら側が質問して、答えてもらいたい内容がある場合は、まずは回答時間、考える時間を与えましょうというのがポイントの1個目です。で、もう一つ、二つ目ですね。というのは、こちら側からの質問ではなくて、相手から質問が来た時のポイントになります。具体的な検討が進んでいるタイミングです。具体的に検討が進んでいる、要は買うか買わないか悩んでいる、他にしようかうちにしようか悩んでいるみたいな状況であれば、例えば質問が明確になるはずなんですよ。例えば、具体的にいくらですかとか、いつからスタートできますかとか、他社との違いってどこですかとか、他の会社さんでどんな会社さん使ってるんですかみたいな形で、使うことを前向きに考えていかないと、出てこない質問が出てきた場合は、使うことに対して真剣に考え始めてるわけですね。要はこちら側から質問を投げかけなくても、使うことを前向きに考えている、もしくは他社との比較を始めているということは、考え始めているわけですね。なのでそういった相手側から考え始めましたよとシグナルをもらった場合に関しては、考える時間をこちら側から与えてあげましょうということになります。なのでポイントは2つです。質問をこちらから投げかけて、その質問に答えてもらう場合、もしくは
相手が真剣に使う導入に関して検討が始まっている、頭の中で考え始めている場合、この二つの考えるというアクションが起こったタイミングで営業は沈黙を作らなきゃいけない。考える時間を与えなきゃいけない。というシグナルをベースにしながら、こちら側もこのタイミングでは沈黙の時間を作ろうと。こちら側から相手が言葉が出るまでは黙っていようというルールを決めましょうと。いうことでございます。なので、どのタイミングで沈黙すればいいのか、黙ればいいのか、みたいなこととかのルールが決まっていないがために沈黙がうまく使いこなせていないというだけなので、沈黙をするルール、タイミングというのは自分で決めて、それをうまく活用しながら営業コミュニケーションを取っていただければ、お客さんにしっかりと考えてもらって、受注がいただける角度というのは上がってくるかと思いますので、ぜひ参考にしていただければというところでございます。今日の動画は参考になったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン押していただけたら嬉しい限りです。以上です。